はい、今日の一品です。まずはいりこの頭と内臓を苦味が出ないように外していきます。こんな感じですね。コレステロールが気になる方も内臓を取っておくとだいぶ違うみたいです。そしてフライパンで香ばしくなるまでいっていきます。焦げないように注意しながら香ばしくいっていきます。お皿に移して熱いうちにポン酢をかけてください。全体一応混ぜておいて、宮古昆布の袋入りですね、これを刻んでいきます。はい、この先ほどのいりこポン酢の中に酢昆布を入れて和えていきます。ちょうどお昼頃にはしっとりとしたいりこになってますので、たくさん作って作り置きもいいですね。あとはカップに移して、今日のメインの完成です。はい、これでもう一品できました。こんな感じです。あとは残っていた豚肉を塩コショウで炒めて、卵サンドで残しておいた卵ですね、これも全部使い切るためにカップに入れていきます。梅干しも乗せて、あとは先ほどの豚肉を乗せれば完成です。はい、出来上がりました。いりこポン酢の酢昆布和え弁当、お弁当にどうぞ。この後は逆再生をお楽しみください。